じゃあホテルまでちょっと話かけています、ね。8年ぶりに、番組まで歌わせてもらいます。前回はですね、ちょうど全国いろいろ旅して、多分東北から帰ってきた頃やったと思います。でその後名古屋に出てきて、それからずっと介護の仕事を今までやってたわけですけども、ちょうど先ほどですね、おばあさんの大歌を歌われになられてましたけども、私もあの母の介護の、自宅で介護するために帰ってきまして、それから今、長崎に帰ってきて、4年経ちますね。で、4年ってちょっとね、落ち着いたもので、久しぶりにあのどこかで歌いたいなと思ったところ、加納さんの方から声かけていただいたので、ぜひということで出させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。
I don't know.
ましたけど、家族の会合ってどんなに辛いのかなって、その時すごい思いましたね。うん、その経験を、なかなかね、同世代の人たちは今から経験していると思うので、その経験を、伝えていっていきたいなと思います。長崎に帰ってきて、長崎の介護の仕事をしていて、思うのは、やっぱり皆さんも見学に遭われて、その町を、ここまでぶつかさせてくれたすごい人たちなんだなというのを、改めて感じます。こういったですね、なかなかこう、原爆の経験、平和の成長というのが今、なかなかされないなと、いうところですが、それを、介護士として何かできるんじゃないか、福祉を通じて、原爆の成長とかやれるんじゃないかなと思って、そういった活動もしてます。で、そんな中ですね、僕の友人が、26歳の女の子が、先日学校の先生を辞めて、今年中に被爆検証班の本を作るということで活動しています。松永純子さんという方ですけれども、聞いたことある方もいるかもしれません。ぜひ、応援してほしいと思います。この後 Facebook でつながっていただければ、ご連絡ちょっとこういった風に応援してほしいということで。招待させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。で、竹原ピストルさんの歌を一曲歌いたいと思います。病気で戦っている、全ての方に、アミングです。道を行こう暗い日々小さくなってあなたの頭の上を探検したいこっそりとこっそりとあなたの白髪を勝手に黒く染めてあげたい虹を暗いに小さくなってあなたは手のひらの上を探検したいこっそりとこっそりとあなたの生命線が勝手に長く伸ばしてあげたい虹を隣に小さくなったあなたのお腹の中に出陣したいたとえ差し替えようともたとえ差し替えようともあなたを蝕む癌細胞を嘘
ところが多かったです。ね、あの頃作った歌、そしてあの頃ずっとボディカストでまたこの歌を歌いながらいろんなところに回ってたので、最後にその歌を歌いたいなと思います。決まりの人という、歌です。人というのは24時間決まっていて、どんなに、楽しいことがあったとしてもそうですけど、辛いこと、苦しいこと、今すごい悩んでる方、そういったものもあと24時間で新しい日が来るんだから、それに向かって進んでいこうという歌です。最後に決まりごとを歌わせていただきます。不幸だなんて顔した人
改めて海洋福祉士の高中先生、どうもありがとうございました。